権利幸福嫌いな人に自由党おば飲ませたい、おっぺけペッポーペッポッポー。明治24年の2月のこの頃、このおっぺけペー節を引っ提げた川上音次郎の蘇生芝居の初興行がありました。このおっぺけペー節は人気が出ると今度は芝居に転向。板垣退助君遭難実記だとか、日清戦争の時はすぐさま戦争ドラマを作り上げ、タイムリーな企画で大受け。まあこの音次郎は自由民権の闘士で逮捕されること実に180回。この生かす美人は日本最初の女優と言われる川上貞奴で彼の奥さん。音次郎貞奴の演劇夫婦は時の政府を風刺したおっぺけペー節から始まって蘇生芝居へだんだんと発展していきましたが、まあ日本の新しい演劇の基礎を固めた功労者とも言えるわけですね。